はいどうも皆さん、忍者マスター龍蔵です。さあ今日なんですけども、このデッキマスター能力、速攻のブラック忍者というね、スキル、こちらのスキル作っていこうと思っております。このスキル読んでみたら結構強かった。自分のライフポイントが1500以下の場合に、それぞれデュエル中に1回ずつ使用できると。手札の忍者または忍法カードを墓地に送ると、相手の魔法トラップゾーンのセットカードをパクれる。強そう。まあ一応な、コストがその忍者カードまたは忍法カードをいるっていうのと、あとライフポイント1500以下っていう結構難しい条件なんで、なかなか難しいんですよ、発動条件は。ただ1500以下になった場合に、相手のセットカードを奪えるっていうのはかなり強いですよね。11効果なんで、相手ので手札が、要は相手のセットカードが自分の手札と入れ替えに自分のものになるっていうことなんで、結構強いです。で、自分のフィールド上に存在する元々の持ち主が相手となるカードを1枚を除外すると、デッキ外から自分のフィールド上に、ブラック忍者を出すと。これ1ターンに両方使えるんで、だから、相手のカードパクって、でパクったカードを除外して、このブラック忍者を出せるっていう、まあ、そういうコンボですね。ちなみに強い魔法トラップをパクれたんだったら別にこれ出さなくてもいいです。パクったままにしとけば、そのセットカード使えるんで、例えばインガ星さんとか、そういうのあったら、パクってすぐ使うとかもできますしね。で、これを作っていきたいんだが、1500以下にしなければならないっていう条件と、あと忍者と忍法を、まあ、デッキに入れないといけないっていう、結構厳しい条件なんですよね。で、まあ、デッキレシピはこんな感じです。ちょっと最強カードが入ってるんですけども、スターブラストっていう最強のねカードが、入ってるんですけども、これ一発でいけるよ。一応2500払えるんで、ライフポイントなので1500以下にできるんですよね。これ3積みしたいんですけども、ちょできないんで、制限の都合上ね、運営がバカになっちゃって、これ普通にリミット1でぶっ込んだんで、実装が間違いみたいなことありますけど、まあ、これリミット1なんで、これ1枚積んで、であとは申告者、申告者ってなんだ、深淵の宣告者とかコズミックサイクロンとかでライフポイント調整をしていくと。まあ、基本的にはね、一発攻撃を受けるっていうことが結構必要になってくるんで、難しいんですけど、ぶっちゃけ防御札もねえし、このデッキないんですよ。防御札積むわけねえ、正直。このライフポイント調整が大変なんで、一回受けて頑張って、でスキル発動していくっていう感じですね。で、まあ半蔵は入れますけど、あと下級入ってなくても、なんか下級入ってるとなんか普通の忍者ムーブしちゃって、なんか忍者ムーブで勝っちゃうんですよ。だから忍者ムーブで勝ちたいんじゃないですか、俺。そのこのデッキマスター能力ブラック忍者で勝ちたいんで、なんでちょっと今回はかなり尖った構築にしました。はい、勝率はお察し。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、海馬社長。いやー、もう進化した最強ドラゴン、まあね、言うてまだね、弱んの、びっくりした。あれなんですよね、なんだかんだ言って低ランク帯なんでなんとかなってる感じはしますけど、勝率多分ね 2% くらいですね、このデッキ。勝率 2%、 2% は言い過ぎだな。まあもう本当に盛らずに言うと、マジで多分 30-40% くらいじゃないですかね、勝率。まあ忍者ギミックが結構強いんで、まあ一応半蔵引いたら結構強いみたいな話あるんですけど、 50% の強いみたいな。アスタルトワイバーン来た。映画版海馬社長出た。映画版海馬社長やってんな、お前やるな。王の魂を蘇らせる。いや、もうここに王の魂はない。来た、これは来た。これはコズミックで相手のバックをぶち込んだらあれだぞ、スキル発動条件整うぞ。コズミックサイクロン発動、相手のクセカードを1枚除外していくぜ。エネミーコントローラーだろ。お、マジで会話だ。会話してんな、あいつ。うわー、いらねえけど、まあいいや。先にパクった方がいいね。デッキマスター能力、速攻のブラック忍者を発動。そして、忍法を墓地に送って、お前のクセカードはいただくぜ。闇の呪縛、いいだろ。スキル発動、デッキマスター能力、速攻のブラック忍者。そして、このお前のカードは除外させていただき、モンスターを特殊召喚していく。出た、急に相手の癖カードをパクってモンスターに変換していくスキル。そして隠密忍法帳発動、これによってゴールドコンバージョンを発動。そしてゴールドコンバージョンを発動。さあ来い来い、よーし、偉いぞ、偉い、めちゃくちゃ偉い。これは隠れ里と忍法修練の地を発動。そして忍者マスター半蔵を召喚。修練の地の効果、修練の地の効果は忍者モンスターが特殊召喚に成功した場合、
忍法または忍者モンスターを手札に回収することができる。これで隠密忍法帳を回収し、さらに忍者マスター半蔵の効果発動。忍者マスター半蔵の効果によって、これはまあ長変化でいいか、長変化を回収。そして半蔵捨てたくないな、こうですかね、これでバトルフェーズですかね。バトルフェーズでアサルトワイバーンには消えてもらおう。忍法隠れたとによって俺はヒッターに1回破壊されねえぜ。最強きた、きた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 、これが最強デッキ。忍法パクリ変身の術、よしよし、結構頑張ってんな、結構頑張ってる。きたー、神ゲーだ、綺麗に決まった。起きた。さあお相手の方、幼女よろしくお願いします。ゆる3倍、僕の弾弱すぎだよこれ、僕の弾弱すぎ、ちょっとマジでこれ1500円かにしてくんない、ライフ一旦ちょっと1500円かにしてもらっていいですか、自分のライフ。何デッキですかこれ、ディシジョンガイ。あ、終わったかな、効果発動します。あ、終わったわ、はい終わりました、はい終わりです。ガーディアンの力出た、 KC 低ランク帯特有のガーディアンの力、とりあえずつけて殴るっていうパターンね。え、あ、え、じゃあなんでディシジョンガイの方が使ったの、ディシジョンガイの方がなんで使ったんだよ、マスクねえなら使うな、マスクねえなら使うなって言ったろ。深淵の宣告者、あ、神毛起きるかも。さあ深淵の宣告者の効果発動、闇属性戦士族を、戦士族を選択、戦士族を選択し、戦士族モンスターをお前の、あ、ちょっと待って、嫁から電話来た、ちょ嫁から電話来た、ちょっと待って、はいよ、もしもし、あ、オッケーオッケー了解、ちょっと今から迎えに行くわ、じゃあ、はい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 、さあ嫁からの電話にも耐えていく、嫁からの電話にも耐えて、さあデッキマスター能力速攻のブラック忍者を特殊召喚して、波紋のバリア、ウェイフォースとかいうヤバすぎるカードを 無力化していく。いやこれ殴ってからでいいだろ、バトルフェイス行け、早く終わらせないと嫁が待ってんだ。何発動しない、甘えでは。さあ忍法変化の術の効果発動、速攻のブラック忍者を墓地に送って変身、赤霊の忍者、忍墓地の忍者を除外し、お前のセットカードを見て、そのセットカードを、おっと、デッキ落ちまめだな、使えばよかったのでは、使わないのは甘えでは。ちょっと一旦じゃ嫁迎えに行ってきます。さあ相手の勝った、ダブルジェイソンステイサムよろしくお願いします。合体マジ将来やばい、やばすぎる、やばすぎるスキル来た弱い、ハンド深淵の宣告者打つとかもあるんですけどね、これいやでもやりすぎか、これスペイさんやりすぎですね、これちょっと一回見ましょう、これなんだろう、これあれかな、いやあのサイコロ振るやつかな、これもこのご時世もう合体マジに将来って言ったらもうサイコロ振りがないか。さあサイコロ振り以外このカードを出しておきます。ラッキーストラ出た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 、やめて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 、にやばい、あ強いあれ3枚ドローして2枚捨てる方ね、なるほど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 、天使の施し強い、不意打ちマタサってどういうことだよ、不意打ちマタサと地雷雲、なんだこれ、なんだこのデッキ、モンスターゴがラッキーストライプいいだろう。さあコストを払ってで6出て、やばいやばい6は強い、やばい強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 い、ラッキーストライプ6やめて、1やめて、あ危ない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 とか言いながらもう殴られても終わりか、えヘルモスの爪、ヘルモスの爪、なにヘルモスの爪って、ロケットヘルモスキャノン、ロケットヘルモスキャノン、
怖っ。え、このカードの効果でこのカードを装備したモンスターは一度のバトルフェーズ中に2回攻撃できる。何何この天才デッキ、なんだよこの天才デッキ、やばいこと起きたんだけど。ちょっと待って、エンターテイナーいたわ。